可愛いでしょ。あなたのありさま、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございますということで、今日はね、あのね、これファンの人からね、いただいたの。めっちゃ可愛くないですか。え、可愛いでしょ。お気に入りすぎて、もうすっげーお気に入り。だってね、ここがね、めっちゃね、ふっさふさなの。ふっさふさなのよ、ふっさふさ。もうマジで可愛い。そしてね、これ T シャツ見て、キュッ、可愛くない。これ最初に見た時にさ、クレヨンしんちゃんのシネマオンパレードっていうところで買ったんですけど、池袋サンシャインの。もう前からネットで見た時に買おうって思ってたんだけど、実際見たらもうあっという間に買ってました。今日は何を喋りたいかと言いますと、妊娠中と産後どっちがきつかったについてです。うちの周りなんかすっげえ救急車運ばれるんだよね。大丈夫みんな、なんで救急車運ばれるんだろう。待って、季節の変わり目だからね、みんな体調気をつけてください。はい、ということで、みんなぶっちゃけどっちが大変だった。まあもちろんこれ見てる方で、あの妊娠出産したことない方も、結婚されてない方も、男性の方もね、あの見てやらしてると思うんですけども、どうだった。撮影始める前に、いやどっちだったかな、どうだったかなと思って考えたんだけど、産後だけど、産後の新生児から3ヶ月までがめっちゃしんどくない？どうですか？いや最初私は、いやもう妊娠後期って言おうとしたの。妊娠後期は私座骨神経痛もやってて、座骨神経痛とお腹の張りとがめちゃくちゃしんどかったのと、あとはつわりね。つわりはもうしんどさで言ったら、あの低いかもなんだけど、微妙な、なんか気持ち悪い気持ち悪いっていうのがなんかずっと続いてるじゃん、毎日じゃん。あれもしんどかったから、妊娠中だろみたいな、まあ、しかもちゃんと大きくなるか心配じゃない、そういうメンタル面の問題で、まあ、妊娠中とも思ったんだけどさ、まださ妊娠中ってまあ自分の時間が作れるじゃないですか。寝たいと思えば寝れるし、食べたいと思う時に食べたりとか、もちろんお風呂もゆっくり入ったりとかできるけど、もう産後は当たり前のように自分の時間がまずない、そういう日常生活してることができなくなるんですね。何にもこっちを優先して、赤ちゃんを優先しないと、もう生命命に関わるのから、何より全てもうこれだ、体がボロボロだろうが、眠かろうが、お腹空いてかろうが、全て赤ちゃんに時間を注ぐので、その大変さはもう想像をはるかに超えています。もちろんあのこういう話をすると、いやいや分かってただろうとか、赤ちゃんできたら大変なの知ってるでしょみたいな、誰だって知ってるよ。そうなんです、誰だって知ってた。私も生まれたら大変だろうな、寝れないだろうな、もう分かってんの、多分全員分かってる。だけど経験するんだと知らないとでは、ほんまに違った。これは経験したから分かるとか偉いとかそういう話じゃないよ、全然そういう話じゃないんだけど、あの身をもって想像以上だったっていう、あの本人が体験して思いました。やっぱり寝かしつけ4時間とかね、ほんとかかってる。私計算、自分の中で計算して頭と精神的でおかしくなるのが4時間でした。いや寝かしつけ4時間とかしてたんだよ。もう私よく乗り越えてるわって思うぐらい、やっぱあの産後から2、3ヶ月まではと、まあ、しんどかったですね。まあ、さらに帝王切開っていうのもあって、傷口全然痛いし、普段通り生活できてるように見えてやっぱ痛いし気使うしっていうので、もう私はですよ、私はあの産後の2、3ヶ月までに1票。私は産後かな。で、まあ、出産の時、あの妊娠出産育児って出産を入れても私は産後だと思ってる。なんかほんと怖いんだけどさ、怖いんだけど、あの出産のあの痛みって若干忘れかけてる時ある。いや私さ、もう忘れてんだよね、帝王切開の痛み。むっちゃくちゃ痛くて歩けなかったし、寝れなかったし、痛すぎて、で座薬入れるぐらいもうしんどかったんだけど、もう忘れてんのよあの痛み。
もうまたこの傷口を開くってなるともうゾゾゾゾゾタウンなんだけどさ、忘れてんですよ。だから本当に産んだ瞬間はもうマジみんなが言ってること本当にわかるんだけど、産んだ瞬間はもう二度と赤ちゃんなんて産むものかもう無理だろって思ったけど、育児しててやっぱ赤ちゃん可愛いなとか癒されんなとか大変だけどやっぱり愛おしいなっていう感情がでかくなりすぎて、いや二人目いたらいいよななんて思ってる自分にびっくり返る。ほんとマジびっくりだからもうこれ本当にさ、いろんな親たちが言うのよ。大体このセリフ言ってんの聞いたことあんの。だからもう耳にタコ、私通うだけどさ、耳にタコできるようなもう当たり前のよく言ってる人のまるまる同じセリフを言ってるだけなんだけどさ、子供2人3人産みたくなる欲しくなる人の気持ちわかる。もう私わかんないと思ってた。私わかんないと思ってた。もう私子供嫌いだし、子供一人でもうでもいい十分と思ったけど、妊娠、出産、産後、めっちゃ大変なのに、もう二度とやりたくない。本当にマジで頭おかしくなる。心も体もおかしくなるのに、ああ兄弟いたらいいなとか、なんか兄弟で喋ってるとこ見たいなとか。また赤ちゃん牛したいなとか思ってる自分がいるの怖っと思っていやー実際じゃあどうなのって考えたら、まあ経済面でも、まあ、私は今ほら考えて、まあ難しいんだけど、気持ちがねめっちゃわかります。喋りすぎ。もう私さ、この動画でさ、まあ、ペチャクチャペチャクチャさ、好きなことを喋っちゃうんだけどさ、これってほらコメントとかないじゃない。配信とかだとさ、コメントあってさ、それに質疑応答みたいな感じでするんだけどさ、動画ってさ、もう勝手にペチャクチャペチャクチャ喋るから、もう私の、この編集してる私がむちゃくちゃ大変なの。カットがマジで大変なの。本当に自分を苦しめてるわ。ごめんなさい。ということで皆様、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントお待ちしております。では皆さん、今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。インスタ、ツイッター、TikTok 見てねー。